ロバート・ジェリー・レーニア・ジュニアは、アメリカ合衆国の元プロバスケットボール選手。NBA のデトロイト・ピストンズ及び、ミルウォーキーバックスで活躍し、1992年にバスケットボール殿堂入りを果たした。ニューヨーク州のバッファローで生まれたレーニアは、聖母ナ・ベントラ大学のバスケットボールチームで活躍し、1968から1970年の3年間連続で、 コンバース社のオールアメリカンチームに選抜されている。1970年にはチームを NCWA 男子バスケットボールトーナメントの準々決勝まで導いたものの怪我によりトーナメントを退場した。チームは敗戦したもののその年様々な団体から賞を受賞し一気にドラフト会議の目玉選手となった。 1970年の NBA ドラフトでデトロイトピストンズに一位指名を受けたレーニアは1970から1971年のシーズン終了後 NBA のオールルーキーチームに選抜され1980年にミルウォーキーバックスにトレードされるまでピストンズのスター選手として活躍したレーニア遺跡後のバックスは1979年から1984年までの 5シーズンすべてディビジョン優勝を果たしている。引退した1984年には、オスカー・ロバートソンリーダーシップ賞を受賞した。NBA での14シーズンで、レイニアは1試合平均20.1ポイントと10.1リバウンドをマークし、フィールドからのショット成功率51.4%を誇った。NBA オールスターゲームには8度出場し、1974年の オールスターゲームでは最優秀選手に選ばれている。引退後はバスケットボールで遠藤入りを果たし、レーニアの背番号16はピストンズとバックスの両チームで永久欠番となっている。引退後はゴールデンステートウォリアーズのコーチとなり、ヘッドコーチのドンネルソンが1994から1995年の シーズン中に辞任した際は、残りの37試合チームの指揮を取り、12勝25敗の成績を残した。サイズ22の靴を履いていた、レイニアは、当時の NBA 史上最も足のサイズが大きな選手だった。その足の大きさは、ミラー社の宣伝などでも人気を博し、スパーキー、ライルや、ジョン・マッテン等1980年代の、 スポーツスタートもコマーシャルで共演している。マサチューセッツ州スプリングフィールドのバスケットボール伝道では来訪者がレーニアの靴の大きさを拝見できる展示物も置かれている。ありがとうございます。